皆さんこんばんは。今回はね、リベンジアンナのキャライベ遊びたいと思います。で、今まさかの録画ボタンを押し忘れるっていう、ちょっとやらかしちゃってね、2回目なんだけど、気を取り直して初級からね、順番にやってくね。機械の体に乙女の心。これ多分僕に同じ色の鐘が見えてるから、ここのワープに入ったんだけど、多分そういうことだよね。そういうことだと勝手に思ってるんだけど、いやー、鳥うざいなずっとこんな感じの、なんて言うんだろう、ミニマップが表示されないクエストになるのかな、全体的に。はい、というわけで、気を取り直してね、続きいきたいと思います。はい、中級いくね。あ、やっぱりミニマップ表示なしだね。あ、宝箱あるな。で、金は これ色同じかな、ピンク色。戻ってきてるな。あ、でも金の位置が変わってる。ピンクで、あ、ピンクあるね。本道か。で、ん？お、まただ。あ、でもいいんだね、これで。そうか、同じ、じゃあ同じように見えても別のマップになってるってことでいいのか、今のは。お、デコドロップした。なんだったっけ。エクセレントなんとか。
ましたね。で、サブミッション行けたと。あ、そうそう、エクセレントドレッサーゲット。よし、じゃあ次行くね。はい、上級行くね。で、今回は特定の位置に到達というか、紙芝居絶対なんかポチャンとかやった時点で絶対 D ね出るなと思ったら、予想通り D ね出てきた。とりあえず手前からワープ入ってみようかな。あー、カメレオン、チキショー。お、またカメレオン。で、スイッチ。こうやって見るとやっぱりアンナ攻撃速度めちゃくちゃ速いね。手前からとりあえず順番に入ってみようかな。おお、またカメレオンか。なんもなかった。で、じゃあとりあえずピンク。うわ、ちょっと鳥がいっぱいいる。あれ、向こう側なんかあるみたいなんだけど、でも時間そんなになさそうだしな、行くか。いやー、勝っちゃいましたね。あ、それでいいの？いいのか。そうか、全滅とかはないもんね。よかったよかった、なんか結果オーライ。じゃあ、続きいくね。はい、絶球いくね。マジか、今回は目的の品が竜の、直接的な表現よくないよね、竜の UNK。あいた。竜の UNK を分けてもらってたね。やるね。危ない。そう、あれ、どっちもピンクだけど、ちょっと色違う感じかな。戻った。あれ、ああ、ダメだ、セルジュダメだ。マクリル、え、色どっちだった、違うのかな。
これちょっと紫だよね。こっち行ってみよう。これピンクだよね。ああ、いけたいけた。でジャガー、ケルベロス、完全に油断してた。終わりだと思ってた。やべ、飛ぶんじゃねえよ。わわ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 。ちょっと挟まってる挟まってる。まずいまずい。感電欲しいね。とスタンした。必殺技です。あっぶないよ。いや、まさかそんなに出ると思ってないし、なんか挟まっちゃうし。いや、勝っちゃいましたね。絶球でこれか。もう満身創痍か。やばそうだな。次大丈夫かな。まあじゃあ次行こうか。とりあえずね。はい、破滅球行くね。なんだろう、虹ボタンは魔物が好きな匂いか 何かが出てるのかな。虹ボタン、せっかくいろんな人の力を借りて誕生したのにね。こんだけかな、宝箱は。じゃああいつだけか殴るの。ああ、モスいるし。うわ、ありがてえ。あ、ちょっとケルベロスが。いやー、これ NPC のアンナ強いな。何もしてねえんだけど。これでサブミッション OK。 いけた。破滅級だから今回は像がもらえるのかな。そうだよね。デコレーションじゃなくて、あ、これこれ、像もらえた。よし、そんじゃあ破滅級で多分終わりなんでね、今回はこれで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。